的な照明の明るさの指標ルクスは、床面の明るさを示す数値として120年以上前に作られたもの。でも空間の明るさは床だけではなく、照明の数、位置、方向、そして壁の色や材質でも変わります。パナソニックは床面の明るさだけではなく、人が空間を見た時の印象が明るく感じられるように配灯設計しています。それでは、さまざまな空間をシミュレーションしていきましょう。例えば、このシーリングライトをダウンライト10灯の明かりに、空間の表情がこんなに変わります。次に、中心の明かりを分散してみます。照明10灯のうちの3灯を壁に当てると、お部屋の明るさ感が上がります。明かりの配光が拡散から集光へ変わると、照明の数は同じでもお部屋の雰囲気をレストランのように演出することができます。壁の明かりにもさまざまなパターンがあります。例えば、壁面と天井に光を当てると、お部屋全体の明るさ感を上げることができます。明かりを天井に当てるか壁に当てるか、それだけでもお部屋の印象は大きく変わります。さらに、壁の色や床材との組み合わせでお部屋の見え方は無限に広がります。床材を明るい色から明かりを反射しにくいウォールナットに変えれば、シックでムーディーな空間に。壁の色をダーク系にすれば、同じ照明でも映画館のような落ち着いた空間になります。さあ、照明一つで空間は変わります。あなたの一番好きな照明に出会ってください。